はい、サムライイーティングチャンネルをご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。サムライイーティング代表の Y です。そして吉高です。いいですね、いいね、いいタイミングでタイマーが鳴りました。今回僕最近いろいろフードバトルの企画書とかいろいろこう考案してる中で、はい、YouTube で今までの歴代のフードバトルの動画ってよく見るんですよ。で、早食いだったり大食いだったりいろいろ見る中で、多分皆さんご存知かと思うんですが、小林武さん、はい、テレ東の某番組では散々活躍され、その後にアメリカに渡り、ネイサンズのホットドッグ大会で優勝して数あるタイトルを獲得された方なんですけど、その小林武さんの動画を見てる中で、はい、一つすごく気になるのがあって、アメリカで撮影されたやつなんですけど、テレビ番組だと思うんですけど、うん、1分間で小林武はゆで卵を何個食べれるのかという企画をやってたんですよ、はい、答え言っちゃうと1分間で武さん32個食べた。32個、やばで、その動画を見て、海外で挑戦したりとか、鈴木さんがもうね、今年もネイサンズも全部中止なんてできないから、そうですね、コロナの影響で、うん、海外である記録に挑戦できないかなと思って調べてた今回はゆで卵をデリバリーしようかなと。なるほど。で、鈴木さんのモチベーション次第だと思うんですけど、侍が32個渡してもしょうがないので、今回はですね、この卵を100個、100個ゆで卵にしてデリバリーしたいと思います、はい、僕調べたんですよ。 M 玉、 L 玉、 S 玉って卵でいろいろあるんですけど、はい、約 M の卵、普段使われる卵をゆで卵にすると1個 50g ぐらいになる。あとでちょっと測りますけどね。で、 50g ぐらいになるので、100個になると 5kg、でもそう考えるとたけるさん32個って結構な量だなと。1分間で約 1.5kg ですからね。これをちょっと今回はゆで卵にしてお届けしようという企画です。はい、これちなみにマックスさんはご存知なんですか？知りません完全なドッキリ。どう受け止めるかはちょっとね、鈴木さん次第になるけど、メインチャンネルの方で面白い動画になってくれればいいなと思います。そうですね。なので、このサムライティングが公開された後にマックス鈴木チャンネルの方でも動画が上がると思うので、ぜひチェックしてみてください、はい、で、ゆで卵を100個ゆでるだけの動画になってしまいますね。これは本当サムライティング的には、ただただおじさんがゆで卵を100個を剥くキャベツと同じの時のようなもう動画になってしまうので、誰と不動明になっちゃうんですね。今回は一応卵料理として何回目かあれだけど、吉高君に家で簡単にできるプリン、プリンを作っていただいて、ゆで卵100個食べた後のデザートで一緒にデリバリーしたいと思います。で、一応そういった企画になるんですけど、はい、そんなことはどうでもいい。あれ、このくだりなんかどっかで聞いたぞ。こっからはちょっと編集大変かもしれないけど、ちょこちょこちょこ俺カメラマンここ座って、嫌な予感がするな。ここ座って。なんか最近ほら、ドッキリドッキリドッキリしたいドッキリしたいって言ってたでしょ。はい、ね、今日何日？今日は6月の2日ですね。6月2日でしょ。はい、5月31日ゴリちゃんハッピーバースデーってことで、ね、マジっすか鈴木さんとね、俺からねプレゼント用意したのよ。あ、ガチだ。わかんない、ドッキリかもしれない。え、俺こんな日にめちゃくちゃ1時間遅刻しちゃったんすかそれはね、今言わないようにしといてあげたからいや、ごめんなさい、正直言うとバイさんと吉高さん、僕1時間以上待たせてしまったっていう。これ開けていいんすか？うん、やった。いや、まさか俺カメラに映る日がこれとは思わなかったっす。え、マジじゃん、マジじゃん。あ、すみません、29センチでしょ。お、29センチっす。うわ、めっちゃかっけえ、やばっ。俺これ持ってないっす、このヤマックス720だ。そう、わっ、そっか、本当にいいんすか。いいよ、やった頑張ってるから。やった、遅刻したけどごめんなさい、これ身内ネタですよ。え、めっちゃ嬉しい。すいません、ありがとうございます。この動画にすんだからな。そうだよ。で、俺が編集すんでしょ。そうだよ自分がプレゼントもらってるとこ自分で編集すんでしょ。そうだよ。バカ恥ずかしいじゃないですかすいません、ありがとうございます。すいません、いただきます。あ、超嬉しい。終わりっすか終わりっすかじゃあここで吉高くんと入れ替わって、はい、例のあの言葉をもらおうよ。ああ、そうですね。簡単やんのあれやなんだけどなんだよこのテンションの差じゃあレッツイートなるんで、レッツクークをよろしくお願いします。じゃあ行きましょう。今日もよろしくお願いします。お願いします。レッツクックねえ、ほら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 、前回と同じだもん、ほらじゃあやっていきましょうか。いえいえいえ。はい、ということでご準備いただきました。では早速ゆで卵を作っていただくんですけれども、うん、これをまず剥きやすくするために、はい、便利グッズがあって、穴開けられる。はい、お、針が出てくる。
あ、本当だ。わかるかな。これで穴を開けて、はい。で、ロック。なるほど。これ穴を開けることによって抜きやすくなるんですか。抜きやすくなる。うん。らしい。これ正直俺使ったことない、これ。百均グッズ。ちっちゃく穴が開いた？ああ、ギリ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 。あ、でも開いてますね、確かに。そうそうそう。これで。これじゃ握力いくつか。俺握力この前だったら 62？ この前はくることあんの握力。あ、でもあれ。生卵って握っても絶対割れないの知ってる？ほんとっすか？え、俺マジで握力強いっすよ。割れないような構造になってる。これは？いくよ。うん。割れるでしょ。ほんと、大きい力出てるって。マジで？え、本当に？やってみ、やってみ、やってみ、やってみ。もうマジでやるっすよ。ゆっくり、ゆっくり力入れてもらう。手のひらの真ん中に置いて。これで、これでいいですよね。この、俺このまま握っていきますよ。あ、割れない。あれ？あ、本当だ、割れない。やばい、俺握力ない子みたいでしょ？っていうだけの話なんだけど。割りかい。とりあえず10個。なんか茹で方もいろいろあって、はい、冷たい水の時に入れる人ともいれば、はいはい、あったかいお湯、熱いお湯の中に入れる人もいて、あとは塩入れたりお酢入れたりする人もいるし、じゃあ、あとは6分と放置ですね。うん、あと放置。はい、ということで大体6分ぐらいが経ちました。はい、じゃあこれを氷水に入れていきます。半熟に仕上げてるんですけど、火が入っちゃうので。あ、なるほど。よいしょ。はい、OK、下にちょっとあれ見入れて、うん、水の中で剥くと剥きやすいです。あ、そうなんですね。剥、うん、けました。お、綺麗に。綺麗ですね。はい、これをあと99個やっていきます。マックさんのために。絶望。絶望じゃないよ。愛を込めて向け。愛を込めてやりましょう。君もやるんだよ。やります。やっていきます。はい、頑張ります。冷てぇわ、冷てぇわ。しかもめちゃくちゃ慎重だね。冷てぇわ。お手伝い続行できそうです。マジで？ほら、おー、いけた。ということで、まあ、画面の外側で Y さんがゆで卵を作ってくださってるんですけど、はい、ちょっと僕らはこっちで生クリームを作っていただきます。はい、はい、生クリームと牛乳、バニラエッセンス、グラニュー糖、お水で卵。今日のプリンはレンジで作るプリンです。レンジで作れるんですか？はい、これ普通になんか冷やすものだと思ってました。レンジでプリンが作れるそうです。なるほど。これ作ったことないんだよ、うん、でもみんなできるものがさ、うん、俺ができないとおかしいからさ。確かに俺じゃないから、ね、失敗したら俺じゃない。めちゃくちゃ保身したな。作っていきましょう。はい、はい、じゃあまず卵を、うん、2つ入れます。はい、卵黄だけで作ったりとかやり方もあるんだけど、持てないから今日は全部使います。卵2個に対して牛乳が 180cc、 はい、生クリームが 100cc。 なんでかっていうと生クリームが100しかなかったからです。本当は 140、140。 あ、そうなんですね。で、メジャーカップがなかったので、うん、このバーのこれで。そう、 Y さんのバーなんでね。そうそうそう。で、これが45だから、45ってことは4回っすか。3回と45×4 っす。はい。だそうです。はい、飛び散りました。そっと入れます。なんかおしゃれな感じするっすよね。皆さん、デザートは絶対計量してください。ちゃんと失敗します。やっぱ分量大事なんですね。何回入れた今？3回です。あ、3回。吉田さん、砂糖は、甘さご自身で調整、味見はできるので、でも好みで、好みで。で、この時に、うん、あんまりがっつり混ぜると、泡立てるように混ぜちゃうと、はい、気泡が入っちゃって舌触りが滑らかじゃなくなっちゃうので、なるべくそーっと混ぜてあげる。多分仕上がりだと思います。おい、はい、よいしょ。あ、プリンの味。おお、あ、いいですか、うん、あ、すみません、ありがとうございます。じゃあちょっとお書きしてもいただきます。もうちょっと甘くてもいいかな。あ、プリンの味だ。ミルクセーキみたいな味しますか。あ、そうだね、うん、まあ、ミルクセーキだよね、卵と牛乳だから。
そっか混ざったら、うん、容器に入れるんですけど、はい、茶こしがあるとより滑らかになる。なるほど、こすんですね、これで。これをあとはレンジでチンします。だいたいこの量で2分ぐらい。2分ぐらいで、うん、様子を見ながら、うん、ボコボコ沸いてきちゃうともう完全に中が隙間だらけになっちゃって美味しくなくなっちゃうんで。そうっすよね。10秒刻みぐらいでこう様子見ながらやって。あ、チラチラ見てあげて。そうそうそう、600ワットです。はい、じゃあこれが600ワットで2分間ぐらい、まあ、チラチラ様子見ながら、うん、電子レンジで温めていきたいと思います。思います。はい、ということでプリンも固まり、はい、固まりましたね。固まりました。できたね、できた、うん、びっくりと、その間に吉武さんに辛みを作っていただいたので、はい、かけて完成としましょうか。実質3分ちょっとぐらいぐらいですかね。レンジかけました。おお、カラメルだ。ちなみになんでカラメルっていうかしてる。降りちゃった。おお今ナチュラルに俺の本名言っちゃった。いや、俺わかんないっす。よし、教えてあげてよ。うん、教えてあげてよ。カラメルがなんてカラメルっていうか、うん、また俺にそういう無茶ぶりすんの。知らねえ。ダメだっつってんだろ。はい、お疲れ様でした。完全に日は暮れたね。暮れましたね。もうだって血出たし途中から、むきすぎて。このもともと卵が入ってた容器に戻させてもらったんですけど、うん、まあ卵ちょっとほら殻って雑菌あるとか言うから、もう全部きれいに洗って。洗ってましたね。安心してください、はい。まあ、ということで無事ゆで卵100個完成と、まあ、あとはねお好きにやってくれればいいんじゃないと思います。ちなみにどうでしたか、吉武さん。こうゆで卵100個やってみて。もういいよ。もういい、もういい、もういい、もうこういう繊細なの俺無理。今度もあれ買うよ、缶詰のさ、うずらの卵。あ、そうだね、うずらの卵1000個とかでしょ。じゃあ本当にお疲れ様でした。いえ、ありがとうございました。おじさん3人がゆで卵を、はい、しくしくと作る動画でした。ゴリちゃんも向いたからね。そうですね、なんか壊しちゃったっすけど、ね、これゆで卵が来るなんてマックさん知らないんで、うん、ちょっとリアクションも含めて楽しんでいただければと思います。はい、おっす。じゃあ行きましょうか。いはい、ということで鈴木さんのお宅に到着しました。重いんちゃ。量がありますからね。来ましたね。行きましたね。ちゃうじゃん。めっちゃなんか めっちゃメンチ切ってくんだけど。代表メンチ切ってくる。すごいけどメンチ切ってくる代表は。重いっす。ごめん、これに。え、ってかこれどういうことですか。説明はないっす。これ思いっきり入金人のところに小川優馬って書いてあるんですよ。スーパーチャットよくくれる人ですよ。YouTube ライブで。で、これじゃあこれとこれを俺がもらってこれセットです。今回それをやるんですか。はい、そうです。この受け渡しスタイルちょっとこなれてきてちょっと寂しいな。なんか無駄に絡む必要もないんでもうみたいな雰囲気出てますけど。作業感出てますね。ちょっと待ってて。すボックスが行きなんだよな。じゃない、ひょっとして。まあ、細かいのは実はダンボールの方に手紙が入ってまして、そこに記載があります。マックスさんに手紙読んでいただきます。 Y さんの愛がこもった手紙を読みたいですか。てかなんか今日いつもと違うな雰囲気の。読みたいです。読みたいじゃあいいっす。気になるの。じゃあいいっすよ。これでしょ。そうです。2枚ディアタカちゃん。もうこの手紙も3回目になるね。恋人か。そろそろ書くこともなくなってきたので、タカちゃんとの思い出を綴ります。去年の夏はネイサンズ国際ホットドッグ早食い選手権に出場するために一緒にアメリカに行きましたね。本戦では上位マット鈴木の並びに呼応しました。灼熱の中での戦い、どこの国でもフードファイトって過酷な環境でやりますね。誰得なんだろうっていつも思います。今年はコロナの影響で大会が中止になりとても残念です。来年は開催されることを祈りましょう。ネイサンズといえば日本男子では新井さん、小林さんが活躍されてきました。ふと最近小林武尊さんの動画を見ていたらゆで卵を1分間で32個食べておられました。すごく興奮したので今回ゆで卵をデリバリーすることにしました。ですが安心してください、全部ゆで卵です。ゆで卵は100個入っております。ゆで卵は1個約 50g でしたのでおよそ5kg。興奮したね、興奮した。100個何分で食べちゃうの。1分32個挑戦しちゃうの。とまあ冗談はさておき食べ方をお任せしますので思う存分戦ってください。早食いは大変危険ですのでお近くに誰かいるときに行ってくださいね。 P
PS 今回は調理シーンがないので侍オリジナル卵プリンを作ったからですつまり卵プリンは我々の都合ですえ、これガチじゃあそういうことでよろしくお願いします。お疲れ様でした。失礼します。失礼します。マジのガチじゃん